ちゃダメだよ。
なんだか不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新とも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。Really? They supposed to be the digi desk. 何今の？君も見た？またハッキング？もう本当何なの？行こう。この先にあなたがいるんだよね。There was the other person. Fuck that shit.Going back. I'm gonna see what that other dude is about. なんだよ今の映像。子供？気味悪い。なんだってんだよ。すげえ嫌な気分だ。I'm reloading my save. ああ、いたいた。ちょっともう、一人で勝手に行くとか？どんだけ自己中かませばよかですか？まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か？データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。走れっつってんだろ。グズグズしてんじゃねえ。おい、She bet not get all the money that much. 君たち、僕たちがノキアを守る。やるしかない。
しよう。強すぎるよ。やってしまおう。僕、なんでこんなに弱いんだ。ムキヤは、みんなを守りたいのに。よし、ロックを解除した。ログアウトできるぞ。おい、ノキア、早く！でも、あの子たちがまだ…わかんねえのか！足手まといはお前なんだよ！お前が逃げおろせりゃ、あいつらはどうにでもなるんだ！おい、ノキアはログアウトした！俺も続く！お前も急げ！いいな！僕たちを見つけて。Find who? With the other digidestins?So he's stuck. So y'all pulling a dot hack? He can't log out? だけで物事判断してんじゃねえ。逮捕すんぞ。現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。話はできるか。それはよかった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか、君自身、自分の身に何が起きたのか理解できていないみたい。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲。君の体は極めてデジタルな状態にあるように、まるで
電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したようだ。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のような誠だ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのか。そうか、友達のことは気にするなとは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたい。私の誰か。そうか、自己紹介もまだだったな。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてすっかり失念してしまっていたよ。すまない。私はクレミ京子、しがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンをログインした場所と同じか、あるいはその付近なのか。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇烈な話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だ。君はどこでログインしたんだ。私の言動に納得のいく。電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレミ探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なんだよ。大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。
さて、話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、半電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。適合するデータを取り込み修復すればいい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。なんだ、テレビがどうかしたか？こっちよ、飛びなさい。And jump.